元来だから人というのはほっといても踊りたくなるし踊ると楽しい、つまりはその神様に捧げたりですね、能であったり踊りでご先祖の霊魂を慰めたりと、要するに現在ではその能は現在でも神様に捧げる芸能として芸術として残っておりますが、日本舞踊の場合は今現在生きておられるお客様に向かってですね、楽しみを与え、喜びを与え、笑いを与え、十間来神様や霊魂に捧げていったことを今生きている人に届けようということで、盛んになる日本舞踊、舞踊と書いて舞と踊り、舞踊ると書いて舞踊ですね。これはどう違いますかというと、舞はどちらかというと直線的な動き、静かな動きですね。踊るというようなことは飛んだり跳ねたり、というその躍動的な表現を用の方で表しております。で、主に舞と言いますのは上方舞、京舞という申しますように、京都の舞とか上方の舞でその方が使われておりまして、用の方はその我々がやっている歌舞伎舞踊の方に多く用いられております。それを総称して舞踊、日本舞踊と申しているようになります。まあ、もう一つ舞は心で表現する、体の内面から表現するというものを重視して、用の方は体の動きでもって、体の形でもって表現をするということになっております。で、その中でですね、歌舞伎から、いわゆる歌舞伎舞踊というのが発祥したわけですが、歌舞伎の芝居の間に役者さんが、人気役者さんがですね、その肩でもって踊ることが非常に流行しまして、それを振り付けたり考えたりするということで、日本舞踊家という日本舞踊の先生が現れてきたわけでございまして、その中でもどんどんとその流派というものがですね、分かれてきて、うちはこういう方で行く、私とこはこういう方で行くということで、流派が数々発祥してまいりまして、現在のその家元制度というのができました。で、この家元制度なんですが、もう現在でも非常にたくさんのお家元がおられます。はい、でいろんな方があると、もともとは一つか二つか、そのいわゆる歌舞伎から来たのか能から来たのかという、その辺からはですね現在になっているんですが、うちはこういう形でやる、私とかそこはこういう形でやるということで、どんどんとこの枝葉ができていまして、今もう本当にたくさんの何千という流派が、小さいところまでいると、あるようでございます。現在はですね、もうその流派を超えて、やっていかないとですね、できない時代になってきております。グローバル社会とかということでですね、もうネット環境で世界中に広がっているわけですね。もうインターネットを通して、見れると。もう本来であれば劇場に行かなければ見られなかった。で、それがやがてですね、ビデオやそういう媒体を持ってですね、映像で見ることができてたわけなんですけれども、まあこのところはもう瞬時にですね、インターネットでタイムリーに映像が見られる時代になってまいりましたので、手軽にですね、簡単にその日本舞踊ができると、学べるという時代になってまいりました。で、今まではその閉鎖的で流派、各流派がですね、これが正しいんだ、うちはこれが正しいんだ、これはうちのが正しいんだということでやってきたんですけども、もうそういうことも言ってられなくなりましたので、それこそこのインターネットによってみんなができて、誰でもできて、それこそサッカーのようにですね、もう誰でもできるような文化になっていってほしいなと思います。やがては世界大会とかですね、世界選手権とか、オリンピックみたいな、日本舞踊大会みたいなものが、できてくると
本当に嬉しいと思います。そういうことで、特に若い方なんかは、先入観がいろいろあると思われますが、本当にこの日本の、伝統文化、数百年続いてきた方をですね、楽しんでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。